これまで繰り返されてきた豪雨災害山際の住宅地を土石流が直撃し多くの犠牲者を出してきましたこうした山際の被害を防ぐ抜本的な取り組みが逆線引きです土地は都市計画法に基づき無秩序な開発を防ぐ線引きがされています市街化区域は宅地に使えますが市街化調整区域は宅地に使えません 県は将来的に災害の危険が特に高い市街化区域について調整区域に変更して土地利用を制限し開発を抑制する範囲を徐々に広げる方針ですこれまでとは反対の手法であることから逆線引きと呼んでいます広島市埼玉区です目の前には山の斜面が横に広がっているんですがこの場所で新たな土地の開発ができなくなるということなんです 県内ではまず先行的に沿岸部を中心とした13の市や町にある523箇所が約1000匹の対象となりますこれらは山林や畑といった人が住んでいない土地ですが今後は住宅地なども含まれるということです土砂災害特別警戒区域内の居住者をまあ、ゼロというのをま将来的な目標としておりまして 防災・安全安心のためであるというようなことになりますけれども、そういったものの必要性などにつきまして、今後とも丁寧な説明を行いながら、取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております県は、多くの土砂災害を経験してきたからこそ、全国に先駆けて取り組む必要があると意義を強調しています。逆線引きの対象ははおよそ1万箇所あり世代交代交が進む50年後には 住む人がいないな状態を目指します県は今後、地元住民などへの説明の場を設けて今年度中に都市計画を変更する見通しです。